どうも、ケイスケです。またもや、ソニーさんからね、新しいカメラの、発表予告がありました。どんだけカメラ出すねんと、いうことなんですけども、こちらですね。ソニーの VlogCAM ニューシリーズ、VlogCAM かなり力入れてる感じしますね。僕のね、持ってるこの ZV-E1 もしっかりなんですけども、新しい VlogCAM シリーズの、カメラが出るということで、しかも5月23なんで、もう来週と。いうことでですね、どんなカメラが出るんじゃっていう発表のね予測とか、こうだったらいいなっていう予想をみんなでしていきたいと思います。あと、今からね発表が予想されている、α の6000シリーズの、フラッグシップタイプのモデルもね、今年出るって話なので、ちょっとその話も触れたりとか、あとはですね VlogCAM ってことなんで、おそらくこう ZV-1 の後継機だと思うんですけども、その辺の予想とともに、じゃあそれが発売されたらどういう人がどのカメラ買った方がいいのっていう話も含めてちょっとね、トークしていきたいと思います。早速いってみましょう。はい、ということで今回はそのね、新しいカメラ、発表される予定のカメラの話なんですけども、マジでソニーってカメラのスパン早いっすよね。いや、それこそこの前発表されたね、ニコンの Z8 とかだったら、もう1個前のカメラってもう去年とかかな、今年出たっけね、ZFC とかね、Z30 とか出てますけども、本当に年に2、3回あるかないかっていうところだったのが、ソニーとかだと本当に4、5個なんならもうちょい出るかもみたいな感じで、結構ねボリューム多くカメラ出してきてくれたりするので、本当ね情報が追いつかないなってところではあるんですけども、僕でもこのねいっぱいカメラを出してくれるってことはめちゃくちゃポジティブに捉えてて、っていうのもいっぱいカメラがあるに越したことないじゃないですか。一個一個のカメラって評価がいい悪いはちょっと一旦置いといても、絶対誰かに合うカメラではあると思うんですよ。例えば、この ZV-E1 とかこのカメラも、じゃあ一般の写真ユーザーからしたら、いやこのカメラどうだろうって思うかもしれないけども、僕らとかね、YouTube やってる僕とか、それこそ堀口とかも買ってましたけども、そういう YouTube やってる Vlog やってる人からしたら結構待ち望んでたカメラというか、とにかくコンパクトで動画撮れるのいいよねっていう風に、ほんとピンポイントで刺さるカメラっていうのはソニーが多いので、そういうことを考えるとめちゃめちゃいろんなねカメラを出してくれるのは嬉しいなと思ってます。なので今回のカメラも、やいのみんなで言いたいよねっていう話ではあるので、いろんなねこうだったらいいな、ああだったらいいなっていう話はしていくんですけども、ただどんなスペックであっても悪いカメラとかいいカメラっていう一概な表現はできなくて、それぞれどういう人に合ってるどういう人に合ってないっていうね評価になると思いますので、そこのところもみんなでね、僕はこのカメラ欲しかったとか、いや僕はこのカメラいらないかもっていうのもね含めて話していきたいなと思います。で早速本題なんですけども、こちら、おそらくと噂されているのが ZV-1 の後継機ですね。ニュー VlogCAM とで ZV-1 持ってきます。僕も持ってます。いろいろ持ってきましたが、実はですね僕は VlogCAM シリーズ全部持っています。で、ZV-1、ZV-1F と、ZV-E10 もあっち側にあって、かつここにね ZV-E1 があるということで、全部買ってます。提供とかじゃなくて全部買ってますどんだけ散財すんねん。でここにねキヤノンのカメラとかもあったりとか、他のカメラもいろいろ持ってたりするんですけども、今回のはこのね ZV-1 の後継機という話ですね。ZV-1 どういうカメラかっていうと、1インチセンサー、こういうねちっちゃいカメラからすると大きめのセンサーを積んでいて、でなおかつズームができるよっていうのが、ZV-1 だったりします。で結構ねこの ZV-1 も古いタイプというか、 ZV-1F の方が新しいんですけども、こっちはね 20mm っていう広角の、ズームできない単焦点のモデルになってて、こっちだと新しいねカラーのプロファイルっていうのが入ってるんですよね。でこっちには入ってないと。で今回の新しいカメラは、このねZV-1 の後継機ということで、間違いなく新しいカラーサイエンスが入ってきますと。で僕のスペック予想のところで言うと、この ZV-1 っていうのがだいたい 24mm から 70mm の F1.8 から 2.8 で、動画はマックス 4K30p まで撮れるよというカメラなんですけども、おそらく VlogCAM は結構値段を抑えてくるんで、そう考えるとこのね ZV-1 と同じスペックでカラーだけ新しくしてくるんじゃないかなっていうのが僕の見解です。なので側はもうほぼ変わらずカラーだけ変えてくるという感じなんじゃないかな。値段を抑えるって言ってもですね。あとはもしくはあるとしたら、結構ね最近ソニーが、広角 Vlog は広角 20mm 推しなんですよ。それは僕が広角 20mm が一番いいって絶対 YouTube で言ってたからだと僕は思ってるんですけど、でもソニーも 20mm から Vlog 必要だよねっていうね、認識は結構あったりしてて、例えばこのね、一眼カメラ用ですけども 20mm70mmF4 っていうこのレンズも 20mm スタートになっていて、結構広めに自撮りができたりします。でこの ZV-1F も約 20mm ぐらいっていうことで、もしかしたら 20mm70mm とかで来るんじゃないかなと思ってるんですけども、そうするとこのねカメラより大きくなりそうなんですよね。なんかこういう1インチセンサーの Vlogcam で大きくするって結構ナンセンスなのかなと思ってるんで、なんかその辺はどうなのかな、ちょっと分かんないなっていう感じはします。あるとしたらの話で言うと、スペック僕の予想スペック載っけておきます。でおそらく名前は ZV-2 ではなくて ZV-1II なんでしょうね。 1M2 というカメラで1インチセンサーで、側はほぼ同じ、重さも 300g ぐらいで抑えてくるんじゃないかなとは思っています。バッテリーとかも同じですね。で新しいカラーサイエンスが入ってきて、動画自体は 4K30pmax は変わらないと思います。 4K60 とか 4K120 もおそらく変わらず、8ビットとかなんでしょうね。焦点距離は焦点距離はでも広げてくるから、さすがに 20mm70mm でF2.8、F1.8 から F2.8 のままの方が絶対いいですけど、 F 値そんな保てるのかな。ここ F2.8 からにしたらあんま意味ないでしょうね。なのでちょっと大きくなるかもしれないんだけども、F1.8 から F2.8 でいくんじゃないかなと僕は思っています、いかがでしょう、このスペック。どう？現実味ありそうじゃない？ケイスケの動画で実際ねこのスペックで来たらじゃあどうかっていう話なんですけども、僕は正直ちょっと中途半端だなと思います、このスペックで来ると。っていうのも、例えば動画ユーザーからすると、このぐらいのサイズ感って1インチセンサーだともうちょっと大きくなってくるんですよね。例えば、ZV-1F もこのね ZV-1 から比べるとちょっと軽いし、あとは最近出た、キャノンのね、僕これ結構気に入ってるんですけども、パワーショット V10 というカメラもありまして、これも1インチセンサーでセンサーの大きさ同じなんですよ。なんだけどめちゃちっちゃいじゃないですか。もちろんズームはできないよ、ズームはできないけどめちゃちっちゃいで、かつこれ5万ぐらいで買えるんですよ。で今 ZV-1 で買おうとすると約10万、9万8000円とか9万3000円かな、とかの値段なので、値段も倍とはいかないまでも 1.8 倍ぐらいこっちが高いと。なので結構自撮り Vlog ユーザーはこっちでええんちゃうかってなりそうじゃないですかね。で ZV-1 使いたいユーザーっていうのは、ズームしたいか、もしくはログ撮影とか本格的な動画撮影をもっとしたいよ、1インチセンサーでコンパクトにしたいんだけども本格的に撮影したいよっていう人だと思うので、動画スペックとかをもっとチューニングしないとちょっと難しいかなと僕は思っています。じゃあどんなね ZV-1 の進化系だったらめちゃくちゃ当たりなのっていう話で言うと、2パターンあると思ってて、結構ハイエンド高スペックの方に行くか、もしくは結構値段をぐっと下げるかなと思うんですよね。で、ハイスペックの方で言うと、もうこの ZV-E1 と同じぐらいのスペック積んでほしいなと思ってます。 4K のスローモーション撮れたりとか、あとは10ビット撮影ね。意外とこの10ビットって1インチセンサーのカメラで撮れなかったりするので、10ビットの撮影とかできたら結構コンパクトに行きたいんだけども本格的に撮影したいっていうユーザーに刺さるんじゃないかなと思ってます。かつ値段はもう15万以下、値段はこれ以上上げられないと思うので、そのぐらいのスペックで入ってくると結構いいなと思ってるんですが、ただそうするとおそらく10ビットにすると電力消費もね結構激しいので、このバッテリーだとマジですぐ切れると思うんですよね。でそう考えるとちょっとね現実的じゃないのかなとも思ったりします。もうちょい大きくなりそうな予感がする。で逆サイドの値段の低いカメラなんですけども、そのポジションには ZV-1F がいちゃうんですけども、結構機能をそぎ落として、安いカメラにするっていう方法があるのかなと思うんですが、いやそしたらどうなんだ。例えば 20mm70mm の F2.8 投資で7万ぐらいになるとか、そのぐらいになれば結構ありなんじゃないかなと思ったりします。どう？ってな感じで予想してみました。でプラスアルファですね、今噂されてるソニーの α6000 シリーズのことも取り上げてくれというねコメントが結構多いんですよ。なんでちょっと触れておきたいと思うんですけども、α6000 シリーズしばらく更新されてません。この僕の持ってる6400ですね、久々に使っておりますけども、僕も結構このカメラ好きなんですよ。6000シリーズっていうと、センサーサイズっていうのが APS-C って言ってフルサイズからすると一回り小さいセンサーなんですよね。こっちの ZV-E1 とかよりも一回り小さいんですけども、その代わりコンパクトに持ち運べて結構扱いやすいっていうのが特徴だったりするんですが、もう α6600 っていうカメラが発売されてからは出てませんと。でそれが新しく出るんじゃないかってことで、次に発表されるのがまあ噂だとねα7000 ってカメラかα6700 っていうねどっちかの型番で発売されるんじゃないかと言われていて、でその名前は置いといてじゃあどんなカメラなのって話で言うと、もうまあこれはね分かりきってると思うんですけども、ファインダーがついた FX3 が出ると思います。 FX3 どんなカメラかっていうと、2600万画素で動画撮影は 4K の 120p までいきます。ちょっとねクロップが入るんですけども 4K のスローモーションも撮れると。でもちろん新しいカラーサイエンス、ソニーのね、シネトーンとかのいい色味が入ってて、で比較的軽いですよっていうカメラがこのね FX30 というカメラになっています。でこのスペックさよく見たら画素数も2600万画素あってね、で 4K もスローモーション撮れる結構ハイエンドじゃないですか。それが写真機に入ってきたらめっちゃ嬉しいですよね。ファインダーがないの FX30 ね、ファインダー欲しいんだってば。でしかも電子シャッターじゃなかったっけ。ファインダー欲しいのよ。2600万画素あってね、それで写真が普通に撮れればめちゃくちゃいいカメラなんだから。ということで確かに次のね α6000 シリーズの次のカメラっていうのは結構期待してて、まあ本当に写真も結構性能としてよく撮れるし、まあ、動画面も 4K のスローモーションまで撮れるとしたら結構売れるんじゃないかなと思ってます。値段はねまあ30万以下20、まあ、今の FX30 より安く抑えてほしいですよね。20万ぐらいにはしてほしいなと思ってます。でただ願わくばのところなんですけども、やっぱね FX30 っていうのは動画のカメラなので今回の6000シリーズは写真のカメラでいってほしいんですよね。どっちかっていうと写真も動画も撮れるけど写真もめっちゃいいの撮れるんですよっていう立場でいてほしくて、って考えたら連写の性能とかオートフォーカスの性能っていうのをバリバリに効かせてほしいんですよ。なんでそこの開発が結構むずいんじゃないかなと思っていて、まあ本当に α9 とか、α1 とか並みのオートフォーカスで来てくれて連写も結構できるっていう感じだったら、いや割とワクワクするカメラになるんじゃないかなと思います。APS-C センサーの方が望遠レンズとかも結構軽くできたりするので、やっぱ野鳥とか撮るにもそっちの方がね結構メリットあったりするのかなと僕は思ってるので、そういう面でも結構使ってみたいなと思ってます。野鳥撮影してみたいですね。ケイスケの動画で、まあ、最後に VlogCAM の話に戻って、今ねいろんな VlogCAM 出ました。キャノンのこれもそう、ZV-1 も新しく出るかもしれないとか、あとは、GoPro とか、まあ、Osmo Pocket はちょっとね新しくなるかもしれないんですけども、今何買えばいいのっていうの結構聞かれるんですよ。で結構聞かれるんで、僕のおすすめはちょっと現状でお伝えしておくと、まあ、ぶっちゃけ結構このキャノンの新しいカメラはいいと思ってます。はい、これ僕ねアンバサダーやってるんで、そのアンバサダーの忖度入ってるんじゃないのとか言われたりするんですけども、アンバサダーやってるだけなんで動画では好きに言っていいんですよ。ですよねキャノンさんはいちょっとね違ったら申し訳ないんですけども、いやでもねシンプルにいいカメラだと思ってて、なんでかっていうと画質いいんですよ。やっぱセンサーが1インチっていうセンサーなので、画質の順番で言うと、まあ、GoPro よりも DJI Pocket の方がいいね。DJI Pocket よりもこのね、キャノンの方がいいね。で、ビビったら差だけど、キャノンよりも ZV-1 の方がまあちょっといいかなっていう感じぐらいなんですよ。まあ、正直スマホで見ると、このね、4つのさ、GoPro も DJI Pocket もこのねキヤノンの Vlogcam も、ソニーの Vlogcam もそんなに大きくは変わらんかなっていうイメージではあるんですけども、なんせね、安いんですよ。GoPro とかも今6万超えるっしょ。で、DJI Pocket もまあ5万後半とかになるんで、多分一番安いんですよ。そう考えたら一番安いのに画質は下から3番目みたいな、その4つだとね。って感じになるんで、いや結構その上で買いかなと思ったりとか、あとはキヤノンなんで、キヤノンって元々の色味結構ね、ナチュラルで良かったりするんで、だからそういう色味の面でも僕ね結構これ好みで使っています。今度ね、宮古島とか行こうと思ってて、その宮古島にも持って行ってみようと思うんですけども、そのぐらい結構ね、僕は割といいなと思ってます。ただ難点微妙なところは1個あって、やっぱ手ブレ補正が微妙なんですよ。でそれは ZV-1 も微妙なの、 ZV-1F も微妙。やっぱ1インチセンサーのこう電子手ブレ補正っていう時点で手ブレ補正はやや甘いんですよ。なんでもし手ブレ補正ガンガンに効かせたい、もうガンガンに走りたいぜって人は GoPro か、DJI Pocket、まあ、水中で使うとか、もっとアクティビティに使いたいよって形であれば GoPro がいいし、じゃなくて普段の Vlog でもっと手ブレなくしたいんです、私走ったりしたいけどそんなにアクティビティはしないんですっていう方は DJI Pocket だと思います。じじゃなくて、それよりも一回り画質求めたいよっていう方とか、もう1個値段安くしてとにかくちょっとクオリティ上げてみたいんだって方は結構ね、このキヤノンのおすすめだなと思います。まあ、ZV-1 とかになるともう少し本格的なので、なんかね、もし僕なら正直この ZV-1 まで行くんだったらね、サイズ感も結構違うじゃん。ZV-1 もポッケには入るけど、やっぱ大きくなったらポッケには入んないし、このままさっとポッケに入れて撮れるっていうのを考えると、コンパクト性もキヤノンの方が優れてるんですよ。で ZV-1 まで行くんだったら、この10万まで値段を出すんだったら、僕はこっちのね α6400 とか、そういう APS-C のカメラとか、まあ、それこそ ZV-E10 とかね、そういうレンズも交換できる一眼カメラとかにもしかしたら行っちゃうかなって僕は思ってます。うん、まあもちろんね、その人の用途によると思うし、このぐらいのコンパクトさ許容で、このぐらいのコンパクトさで本格的に撮影したいんだっていうのであれば ZV-1 とかね、結構おすすめなんですけども、ただ Vlog 簡単に撮りたいよ、どれがいいって聞かれた時に、ZV-1 を今パッとおすすめすることはあんまないかもしれないですね。 ZV-1 が悪いカメラとかではなくて、やっぱ他にもね、自撮りしやすいカメラっていうのがいっぱい出てきたりとか、値段も安いカメラっていうのは出てきてるので、それよりは他のカメラの方が、最初のファーストステップにはいいんじゃないかなと思ったりします。ただ僕もね ZV-1 使うんで、 ZV-1 ユーザーが悲観することは全くないです。圭介の動画、はい、ということでまたね、語りすぎちゃいました。もうカメラのことになるとね、いっぱい出てくるんだから、話がはい、でも新しいカメラやっぱワクワクしますよね。新しいカメラこう出るよってことでワクワクさせてくれるのは本当にソニーさんに感謝です。マジでありがたいのでですね、ZV-1 の新しいの、いや微妙かもしんないなとかね、僕もね、そりゃ使ってる用途によってね、意見っていうのは変わってくるんで、このね ZV-1F もどうかなと思ったんですけど、買っちゃいましたもんね。さあ、1人で行くんだったらいいよ、1人で行くんだったらいいけど、ちょっとパートナーに持ってもらうとかさ、そういうことするんだったらこういうちっちゃいカメラの方がいいじゃんとかね、思って買っちゃいましたけども、ね、やっぱそういう用途には合うもんね。なんかやっぱ新しいカメラもどういう用途に挿してくるかわかんないんでね、その辺も含めてめちゃめちゃ楽しみだなと思ったりします。皆さんはいかがでしょうか。本当ね、いろいろ言うこと自体はただだと思いますので、あのカメラどうなんだろう、こういうカメラこうだったらいいなみたいな話をぜひね、コメントとかで書いてくれると嬉しいなと思います。でそれをもとに発表されたら、うわこんなんだったじゃんと一緒にね、また話し合いましょう。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタンからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、今日も朝から英語を勉強してました。ですね、90 English というね、英語のサービスを使って今コーチングを受けてるんですけども、いいね。やっぱコーチングって身が入るわ。ちょっとね、値段は高かったんですけども、それでもね、かけてみる価値はあると思います。ちょっとずつ英語勉強して、またね、みんなに披露できたらと思いますので、ぜひ、それはそれで楽しみにしててください。